今日もありがとう。はい、こんばんは、うさです。うさぴよのす、ちょっと短時間ですぐに始めてみました。消し消しでございます。消し消し動画っていうのもね、はい、見ての通り、なんと私も大好き、大人気のホロライブのコラボが始まってしまったわけですよ。はい、リアルの方のお話で申し訳ないんですけど、ちょっとね、風邪気味で若干鼻声なんですけれども、それを押してでもなんとか頑張って、このホロライブのコラボだけはガンガン進めたいと思っているので、頑張って、ちょっとやってみました。はい、でね、いきなりも入った途端にもらえるペコペコのペコラのかわいいドラゲシ、もうめっちゃかわいい。はい、これ入った途端にもうログインボーナスみたいな感じでもらえるんですよね。っていうか、もう太っ腹、もうありがとう、ありがとう、ドラケシ運営さん、スクエニさん、ありがとうございます。はい、ということで、始まったドラクエの、消し消しなのに、ドラクエとは関係なく、つい最近ね、ニーヤーオートマタのね、イベントもやりましたし、あれはね、スクエニつながりかなって思ってたんですけれども、全く関係なくね、なんかいきなりホロライブとコラボとか、ちょっとこれね、知った時すごいひっくり返ってしまったんですけど、めっちゃ驚いた。うん。私、ペコラがやっぱりすごい好きなんですよ。同じウサギ族といたしましては、ここは外せないでしょうって。で、それとね、あとミコチが、ひいき、ごひいきだったりするんですけれども、でもね、ラミーちゃんも可愛いしね。はい。あ、ふぶきさんもいるし、ノエロさんもいる。すごいな。うん。推しはやっぱり、ペコラさんと、ミコチさんなんですけどもね。可愛いところが、もう大人気どころが抑えられてて、もう、泣かせるね、運営さん。やってくれるなーって感じなんだけど。すごい、嬉しい。っていうかね、こんな、今までいろんなゲームやってきたけど、まさかね、この、大好きな、ペコラと、画面上でもね、こうやって一緒に並べることができちゃったりするんだけで、私はもう、今、天に召されそうになってるくらい、ちょっとありがたいんですけれどもね。はい。ちゅうことで、やっていこうと思ってる。ねえ、ほんとすごいよ、これ。ドラケシ、それぞれのキャラクターの、ホロライブメンバーのキャラクターのドラケシが出るっていうのも、ちょっとすごいなとは思ったんですけど、さらにこれに、技とかね、ちゃんと叫んでくれたりする、声が入ってたりするのかなって思ったら入ってるし、さらに、褒め声なんかこう、要は、ドラケシプレイ中に連鎖したりすると、ステイシーさんがすごーいとかって言ってるじゃないですか。あれを多分、このホローメンバーがやってくれるんじゃないかなって。でもこれ多分その、星6かなんかの高い数値のドラケシが、ガチャで、ピックアップガチャで、出ないと多分その声設定できないんだろうなって思うので、ここは意地でも頑張って回していきたいなって思ったりしているペコ。はい、ペコでございます、ね、いやー、もうめっちゃ可愛いじゃん。ドラケシのね、デザインはすごい好きって前から結構何度も言っているんですけれども、ドラクエのキャラクターだけじゃなくて、このホロメンバーのね、キャラクター描いてもかわいい。あー、かわいいブラウニーブラウニーとね、ペコちゃんの、なんだろう、縁っていうのは、多分、ペコラの、動画っていうかライブを見ている、ドラクエやってるライブを見たことのある人は知っている因縁めいた縁みたいなのがあってこその
ペコちゃんのブラウニーなんで、これ分かる人には本当にもうかゆいところに手が届いたっていう感じで、分かってらっしゃるって感じなんですよね、これ本当に。もう今回本当にちょっとテンション高めで、はい、もうどうしよう、私もうなんか何か大切なものが外れてしまいそうな気がしなくもないんですけど、今回あれなんだ、オリジナルのちゃんとイベントの本としてオリジナルのなんかこうステージが用意されてるんだ、すごい。今までね、ここ最近のイベントがドラクエナンバリングのイベントがずっと来てるんですけど、なんだろう、しおりみたいな感じでノーマルの普通のステージをプレイしているとそのサブミッションみたいなのをクリアしていくと自動でストーリーが進んでいくみたいな感じのシステムだったんですね。なのでこの本の形状でね、オリジナルのその専用のステージが用意されてのイベントっていうのがちょっと懐かしい。まだ初めの方の頃のね、ドラケシでは割と多かったんだけども、この辺本の形状をこうやってね、ステージがそれ専用で用意されて、そのストーリー専用で用意されるっていうのがちょっとね、ここ最近なかったんだね。あ、嬉しい。なんかそれだけでも嬉しい。おう、気がつくと見たことのない場所に立っていた。目の前には大きなステージとたくさんの人や魔物で溢れていた。おぉここはどこ？おじスライムめっちゃ不安そう。なんか、バニーさんだ。ハローエブリワン。あ、消し今後、お前の仕業が、ようやった。グッジョブ。顔のパーツが全体的に中心に寄ってる王様だけど、今回ばかりは鬼切るぞ。はい、お前の仕業か。うん、もう一回言う、よくやった。はい、ちゅうことで消し混合の仕業らしいですね。はい、ホロライブのメンバーたち呼んじゃったってすごいな。あー、かわいい、コンコンキーツネ。みこっちー、さくらみこだよ。かわいい、すごい。コンペコ、コンペコ、コンペコ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 。はい、ペコちゃんかわいい、ノエルさんだ。かっこいい、かっこかわいい。たまらんね、ほんとにこれ。あ、ラミンさんもね、ちょっと雪絡みのね、キャラクターって私ちょっとね、好きなので、はい、これはこれで嬉しい。なんかこのメンツがね、いいよね、ほんと。ちょっといわゆる今をときめくホロライブでのトップクラスの面々、やん、机にやるな、やる気だよ。面白そうなコンテストが始まったわね。わあ、ああ、すごい。ステージの方行ってみようよ。そう、もう踊り子さんの近くへじりじりと近づいていくわけですよ。ストーリーがあるみたいだな、こういう風になるってことは。多分今までのパターンだと、この1のいくつとかっていう、今まあ1のステージなんですけども、その中でこのポイントポイントのところを一個一個クリアしていくんですけど、クリアしていくことにこうストーリーが進んでいくっていうパターンだと思うんですよね。じいさん元気だな、お前じいさん元気だな、達者でな。おー、あらくれ、気がついたら、そうだね、サブクエストとかはなんか勝手にいつの間にかクリアしてること多いね。うん、ありがとう。お、みこちゃんのストーリーっていうかステージなんだな、ここの1のステージは。
そっか。みこちって結構手強いタイプの方だから後ろの方に控えてるかと思ったら、まず第一のステージか。お、お歌とお茶とゲームが大好き、バーチャルキツネです。キツネじゃない、あ、猫じゃなくてキツネじゃい。かわいい、こにゃろかわいい。コンペコ、コンペコ、コンペコ、おーい、コンペコ。ペコランドからやってきたペコ。かわいい、やっぱし顔がかわいい。全人類ウサギ化計画してやるペコ、ペコペコペコ。いいね、あのウサギ化計画めちゃくちゃ乗っかってくよ、わしも。うん、コマッスル。いやー、なんかあのこのデザインのなんだろう、コストパフォーマンスがすごいよね、このノエルさんは。おー、そしてナミーちゃん来た、来たね、こんなみー。あの頭のアホ毛がね、なんかこうハートなのがめちゃくちゃ可愛いよな。うん、ええ子や。この子とも戦うのか。戦うのかな。お、これが応援をする。あ、私今まだチケットないんだけど、これを押せばいいのかな。あ、はい、押す、あのプッシュすれば、このタップすれば、要は応援することになるのだな。で、剣があるとこれができると。ほいほい。で、これでもらってきたので、おそらくこれでできるようになるんだと。これランダムみたいだね。なんか何種類かあるんだろうな。え、全部聞きたくならない、これ。あれ、一緒かな。え、一緒なのかな。種類あるような感じに書いてあるけど。エミートミカの桜ミコだよ。おや？もう一回行ってみよっかね。おい。嘘ペコでしょ？あー、正しい。たくさんの応援、サンキューペコな。おー、やっぱそうだ。何種類かあるんだね、これね。で、ランダムで出てくるんだろうな。お前、なるほど、これファンサービス的な感じの人気投票にも近いような気がするけど。で、これがその応援した時によってみたいな感じの説明か。なるほど。で、こっちはお友達を紹介か。紹介するといろいろもらえるよっていうやつかな。おお、私の友達大体みんな一回はやってるんだよな。で、途中でやめちゃってるっていう人が多そうなんで、久しぶりプレイになっちゃうのかな。やってみよう。でも、それでもいいから、ちょっとお友達に声かけてみようかな。さっきの LINE で送ればいいのかな。っていうか、なんだこれ。サブクエストのこの量。しかもなんかあの高難度クエストがすごい鬼のような、なんかえぐいのがなんか見えたぞ今。サブクエストすごいいっぱいあるんだけど。いや、これ全部クリアするのすっごい大変そう。地道にやっていくしかないんだけども。あ、でも、うん、アイコンとかもらえるのはちょっとなんとかゲットしたい。ドラケシの方はね、多分こういったクロボはもうないかもしれないんだけども、あるいはこう、なんだろう、過去のやつをもう一回当てることができますよみたいな
スペシャルガスチャーみたいなのがたまにね来る時もあるんだけど、コラボはもう無理かな。まあそういった形で何かしらの形でドラ消しはね、なんか手に入ることがあるかもしれないんだけど、アイコンっていうのはね、もう下手すると次にゲットできないっていうことが多いと思うので、欲しいキャラのアイコンは押さえとかないとダメかもしれない。で、これがステージか。通常の、あ、なんかこの入る時の場面転換の時のマークがホロライブのマークで可愛い。あれ、スライム？あ、本当になんかステージが1のステージ、あー、もう鼻息で飛んでいくぐらい本当にスライム柔らかい気合い入れたパーティーで来てみたけど、うん、ペコちゃんのも早速ドラ消し入れて参戦してみたけども、なんか意外とスライムが柔らかすぎて、うわ、かわいいこれもかわいいけどなんかこのうさぎが、うさぎかわいい、人参かわいい、もうめちゃくちゃもう何もかもがかわいい、すっげーかわいい。これえ、私的にレギュラーパーティーにこれは組んじゃいたいぞ。ペコペコペコドラケジ、これは絶対使う。え、しかもめちゃくちゃ強くなかった？今すぐにでも使えるようにと思って経験値の章をぶっこんで、ちょっとレベルはそこそこ使えるぐらいまで上げておいたんですけれども、それをサピーでもむちゃくちゃ強いな。6インボーナスでもらえるドラ消しにしてはレベル高すぎてちょっとびっくりなんだけど、うん。すげえ、消しコンを顔濃いんだけども、言ってることが立派すぎてちょっとギャップがすごい。うん。なんかまあでもゴリラは花をめでるって言うからな。うん、わけわかんないけど。で、とりあえずこうやってストーリーなんか進んでいくんだな。しかもあまりホロライブメンバーとは関係ない人たちでストーリーが進んでいってるんだけど、こういうもんなの？こういうステージなの？誰もみこちがなんかステージにいるのは見えたけども、そこに至るまではもう一般人と触れ合っていくしかもう術がないという、そこら辺すっごい超リアルなんだけどリアルを追求しすぎなステージなんだけど、こういうもんなの？とりあえず頑張って勝ち進んでいくことによってステージに近くなっていく。そしてステージにいる踊り子さんであるみこちに触れ合えることができると。それまで頑張っていかなきゃいけないんですね。あ、終わっちゃった、終わっちゃった。なんかすごい、もうちょっとこう強いのかなって思って、イベントの、まあでもドラ消しのイベントっていつも割とこう初心者でもすぐに遊べるように、そんな鬼のような強い難易度の敵を用意しないんだよね。そういえば確かに、うんうん。だからかな、なんかまるで初心に戻ったようにスライムから、すごい柔らかスライムからスタートの、とても懐かしいドラクエの、うん、スタートで、好ましいんですけど、ちょっとびっくりだ。あ、で、それでこのサブクエストをクリアしていくと、その、先ほどみたいな、こう、声が聞ける応援チケットとか、
ケシコンに参加できるチケットとかもろもろもらえるわけね。なるほど。そして無限のオーブが健在、またしても健在。この無限のオーブってもしかしてこれからずっと必ずどのイベントにも出てくるものなのかな。いや、これがあるとすっごい楽なのは確かなんだけど、私も一応すべてのステージのコンプリートをクリア狙っているので、すべてのステージ星さんでクリアしたいなって思っているのでね。なのでここね、結構私もアイテムを使用して挑むことが多いので、この無限のオーブは本当にありがたい、ですけど、でもイベント限定かと思いきや、まあイベント限定といえばイベント限定なんだけども、もうほぼずっとレギュラーで使えるようになってる無限のオーブ、かっこちやまり、いいのか、こんな太っ腹な企画で。わあ、動く床がいっぱいありすぎて、なんだろう、全くこう頑張って組みたくても組むこともできず、その代わりなんだろうな、このペコラのドラケシもそうなんだけども、2回攻撃、追撃があるスキルのあるドラ消しってのが最近多くって、で星が高い星5とか6のドラ消しじゃないや、ドラゴンクエストキャラクターのドラ消しとかはね、割とどれも強い、当たり前のように強くされてる場合が多くって、で範囲が闇雲に広いのが多いから、攻撃範囲がね、なのでちょっとそういう意味では、その勝手に連鎖していく範囲が広いので、ボーンといってガーンとやられてパキーンで連鎖したのが、なんとペコちゃんのドラケシみたいに追撃があって、もう一回みたいな感じでパリーンで、そこからもう一回パーンみたいなこんな感じなんかこっちが手を下すまでもなく手を汚すこともなく勝手にクリアしていくわなんか敵たちがまるでゴミのようだってゴミのようっていうか、ゴミのように降ってくるこのドラケシがもっとすごいんですけどね、こうやってもろ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 ってすごい怒ってくるんだけど、範囲とその追撃による連鎖が本当親の敵のようにつながるので、気持ちよくつながるので、はいペコちゃんドーン、可愛くてドーン、そしてその追撃も踏まえて、はい勝手に連鎖して広範囲の強キャラドラケシのスキルもバーン、もう気持ちいいっていうか、もうこんなこと言っちゃなんだけど、頭の中に小学生男児が暴れてる感じになっちゃってんだけど、いいのかなこんなんで。でもまあ続いてたら、あ、ラスボスだ、ステージに人だかりができてるよ、そりゃそうだろう、みんながガブリオリア、さくらみこさんねさん付けだ、みんなこの後も応援よろしくね、かわいい。その時ステージの上に爆弾ベビーが登ってきた登っちゃダメ、みこと同じシンパシーを感じる、あんだをやる気か、え、ちょっと待って、やっちゃうのいきなりそこでバトルが始まるのかな、あ、違う、え、審査のための住民運動に付き合ってくれるの、ほう、
爆弾ベビーは大きくうなずく。爆弾ベビー、ありがとねって、同じピンク色だからシンパシー受けたのかな。いいの、それじゃあみんなよろしく頼むね。にえ。爆弾ベビーなの。同じピンク色だから、あ、ベビーだからか。うん、そうだよね、ミコチは赤ちゃんよく言うてたもんな。あ、かわいい、かわいい。ミを子にするもの。お前そんなすり減らしてまでミコチを推している魔物なのか。お前は同じピンク色だからシンパシー感じちゃったのかな。っていうか、あれ、一撃で終わっちゃった。そしてミコチ出てこない。あ、ミコチとかね、ホロライムのキャラクターをここで倒すわけにはいかないから、あの、それの代理みたいな感じでポケモンと一緒かって。他のゲームの名前言っちゃいけないけど、うん、でも代わりに戦ってくれるのか。そのための爆弾ベビーか、これ。爆弾ベビーというか、ベビー爆弾というか、なんていうか、ちょっと泡のように消えていったわ。身を粉にするというか、あ、落書きが、落書きが可愛い。ちょっと凶悪な感じに書かれてたミコチがまた可愛い。なんならこれ普通の落書きにしてあげてほしい。あ、次のステージにこれでいけるんだ。で、ここで消しコンが解放かい。めっちゃなんかパートナー的になってる。こういう風に進んでいくんだ。じゃあこの1のステージ、1の会場がボスがミコチだったからっていう風になると、今度次に2のステージに行って、また違うキャラクター、あのホロライブのメンバーが出てくるってことが、そういうやり方か。なるほど。ってことはこれからこう5個のステージかなんかは、5つのステージを私はクリアしていかなきゃいけないことになるのかな。わあ、これは楽しみだ。めっちゃ時間かかるけど、もう堪能してっちゃうぞ。あ、そうだ、やっぱりこれ次のステージのこれ、行くやつだよな、これ。うおー、やっぱりそうだ、コンテスト会場に。こうやって、こう、対象に、それぞれの対象に総当たりで進んでいくわけだな。わかりましたわ。なんとなく私はわかりました。そしてこれが消しコン。消しコンは今までの消しコンと同じなんだな。うん、やることも、なんかルールの説明も一緒だもんね。で、これが今回、ミコチの代わり、さくらミコちゃんの代わりに、倒すべき敵としてミコチ代理の爆弾ベビー、ベビー爆弾、はい、が設置されてるわけだ。なるほど。そっかそっか、そういうやり方か。で、この爆弾ベビーをクリアしていくと何がもらえるのかな。で、こうやって見ていくと、かわいいな、動きが。多分さくらみこのイメージカラーとしてピンク色っぽいっていうことで、この爆弾ベビーのこのピンクになったのかな。お、ここにみこちのドラ消しがいるぞ。ここでももらえるということか。なんとかここまでたどり着かねばならぬ。うん。ということは、この初回のやつで、うん、やっぱりそうだ、一番上に、みこちのアイコンが控えてるわけだな。ほうほうほう。こういうふうに、それぞれのホロライブメンバーの代理のモンスターが設置されるわけだね。なるほど、これ。イメージで勝手に運営が選んだのかな、それとも本人たち
ホロライブのメンバーの人たちが各自自分の好きなのを選んだのかな。うん、悩みどこで、この消しコンの本当やり方とかルールとかは、うん、一緒だな。多分でも今までのその消しコンのルールとしてポイントが取れるのはやっぱり多分この今回で言えばホロライブのメンバーのドラ消しをパーティーに組んでればその分プラスボーナスとして開始で、うん、もらえるんだろうな。うん、多分そう、そういうやり方だと思う。うわー、このベビー爆弾じゃない、爆弾ベビー爆弾ベビーニコちゃん代理の爆弾ベビーはちょっと硬いね。さっきのストーリーのところにいたのとは一味違うな。これはもしかして遠慮せずにどんどん強いドラ消しのスキルを使って削っていかないと。結構硬いぞこれ。うん、なかなか今真ん中までようやく来たかないっていうぐらいだもん。これは難しい。さすが消しコンちょっととって怖い。でもね、消しコンのいいところはね、この敵を倒しきれなくても逆にこっちがプレイヤーの方が倒されちゃったとしても、ここまでね今380だけど、この稼いだこのポイントはもらえるっていうのがね、それがこの消しコンのいいところ。たとえ負けてもこのポイントは健在でちゃんともらえるので、地道に稼いでいけばさっきの報酬でもらえるポイント、報酬でもらえるアイテムとかは地道に頑張ってれば、じりじりとね、じわじわと頑張れば、うん、まあチケット制だからチケットにの限りがあるけど、あ、倒せた。うん、なんだろうな、チケットに制限はあるけれど、持っている限りなんとかそこまではできるので、アイテムはもらえるということ。たださっきのね、累計ポイントにいたみこちのドラ消しとか、あと初回ポイントのクリアでもらえるみこちアイコンとかはかなり頑張んないと多分難しいと思うけど、まあ時間かけてゆっくりやっていけばいいかな。うん、頑張ろう。だって欲しいもん。ホロライブメンバーのドラ消しアイコン欲しいもん。なんとか力と時間の許す限り、あとチケットか、チケットの許す限り頑張っていきたい。消しコンも頑張っていきたい。まあそんな感じで、これで今回はこんなもんかな。こっちが今のステージ1の方の合計でございました。はい、こんな感じですね。ということで、はい、いかがでしたでしょうか。今回のウサピオの巣はイベントを、なんと驚きのホロライブコラボでございました。なんかこんな感じで5人と総当たりだと思うので、まだまだ長くなりそうなので、今回さっくりと先に、はい、ステージ1のまずは動画作らせていただきました。ゆっくりこれからねクリアしていきますので、お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。またね、私の方のこのチャンネル登録、うさぴよの巣のチャンネル登録をしておいていただけますと、あとベルマークの登録か、私の方の新しい動画が上がったり、ライブ配信始める時とかにお知らせが行きますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ライブ配信なんかはね、もしよければ来ていただいて、
コメントなんかしていただけると一緒にゲームをやっているような感じで楽しめますのでよろしくお願いいたします。あと旧ツイッター、X の方のフォローもしておいていただけますと同じくいろんなお知らせ、それから私の雑談とかね、はい、行きますので、できればそちらの方もフォローよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で終わりにいたしますね。またすぐ配信いたします。ではまたねー。